君を救いたい千の涙から。ユリはトンネルへのエレベーターのあるドアを開ける。止まれ！撃つぞ！ユリは声を無視して中に入った。エレベーターの降下ボタンを探す。どこにボタンがあるの？足音は近づいてくる。彼女は闇雲に壁をさすりまくった。と、足元の床が揺れ始め、部屋は下に降り始めた。やった！間に合った！けれども、台の動きはとても遅い。ユリは頭上の警備員が自分に銃の狙いをつけているのに気づいた。次の瞬間、縦穴の中に銃声が響き渡った。